こんにちは、秋葉仁です。福岡県にある源氏の森キャンプ場でアテナ LDX を半ば強行的に張ったのですが、かなり設営スピードも上がってきました。まあこのようなドーム型は今までにバーガンディ LDX やかまぼこテントなどを張ってきたので、さすがに慣れた感じです。ポールも4本だけでススッとスリーブに通してしまうだけの簡単な構造。ただ自立をしないので、いざテントを立てようとした時に風があると、ちょっと苦戦してしまう感じがあるんですが、比較的一人でもコツさえつかめば簡単に張れるテントなのかもしれません。秋葉仁は意外とこのドーム型テントを多く使っているんですが、この芋虫みたいな形が大好きなんです。角がないというか、もにょもにょしてる感じというか。今回はいつも気になっていた後方のフォルムをどう綺麗に貼れるかにこだわり、後ろから仕上げていったのですが、ビシッと決まって良かったです。はい、後ろほら綺麗に貼れたでしょ。綺麗にここから形を整えていくと、なんか自分の思い通りに進むとほんと気分が良くなりますよね。そんなテント設営も無事に終わり、今度はインナーテントの取り付けです。設営の時にテントが汚れないようにと敷いていたブラックシートを2つ折りに畳んで、インナーテント部分のグランドシートにしようかと思ったのですが、地面にくっついていたシート部分がびちょ濡れの泥だらけだったので、ブラックシートの上にさらにブルーシートを敷いて汚れないようにしておきました。これで雨が降ろうが雪が降ろうが、インナーテント部分に浸水してくることはないかと思います。あ、届かない届かないとか言って届かないとか。それにしてもインナーテントがあるだけで隙間風が防げるので暖かく感じますよね。2年目の冬キャンプとなりますが、去年と比べると装備も変わり、石油ストーブデビューもしたのでかなり充実し、ますます冬キャンプの楽しさを実感しているとともに、左右に窓も追加されているので夏キャンプでも風通しが良くなり、過ごしやすい感じに仕上がっているのがこのテントの特徴です。じゃあできたよ。はい、インナーテントもできた。お、広いでしょ。インナーテントどう？ほら広い。広いのできたでしょ。なんだか明るくなってきたから雪なんて降りそうにないですよね。そうそうそう、青空なんだよ。ほら見て、青空。これ雪降んのかって話だよね。とりあえずテント内セッティングして、石油ストーブを下ろして、よし。で、ちょっと下ろしてくるね、いろいろ。いろいろ下ろしてくるね。あそこから。あそこから下ろしてくる。眠いちゃんさん、チーマー、T、Q。あった。もう一個、あれだけはめとこう。あった、あ、そう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 。自在結びね。自在結び、いる？あれ、いる？誰だっけ、さっき。リーフさんだっけ。リーフさんだよね。はい、リーフさんお願いします。一本のロープがございます。ならばまずこのこっちがメインね。こっちの後ろを通します。こうやった方がいいのか。後ろを通します。はい、結構幅は取っといてください。ただこの輪っかの内側に向かってくるっくるっくるっと3回転巻いていきます。はい、3個輪っかができたと思います。3個。このぐるっと回ってきたロープの後ろを通して、後ろ、はい、前に来て、そしてこの内側にぐるっと
こういう形になります。なったかな。同じ方向にこうロープが出てきてるはずです、内側から。で、あとは少し形を整えて輪っかをギュッとギュッと引っ張ってやると締まります。これだけで、団子を持ってロープを引っ張ればスライドできます。縮めるときも団子を持ってやれば縮まります。だけどテンションかけると一切動かないです。一切動かない。できました。リーフさん、できました。あ、できた、できた。それね、何回もねやっとくと、忘れないです。あとこれは知ってる？こういうロープがあってさ、こういうロープがあって、まあキャンプだと2泊3日2泊とかすると、まあ洗濯物干したりするじゃん。その時にハンガーかけたりとか、あとシェラカップかけたりとか、そういう時のこう一本のロープで輪っかを作る方法、これはこういう風にして、こうやってこうやってこういう風にすると輪っかができるんですよ。こういう輪っかが。そう、ほらほら、と中間に輪っかができるでしょ。とここに例えばシェラカップ引っ掛けるとか、ランタン引っ掛けるとか、そういうの、これもね、テンションかけても外れないから。でこれを例えば2個欲しいなとか3個欲しいなって時は、こういう風にふっと結んでやれば、ほら何個でも作れるからこういうなんか物かけといたりとか、そういう時に便利な。枝豆さん、カラビナもかけれるよね。かけられる、かけられる。これ登山、登山する時に中間結びっていう、こう先頭がいての3人で行く時とかに、中間の人がこう落ちないようにこれで体をこう縛っておくんだよね。そういう時に使う中間結びっていうやつなんだけど、それを応用した物干しとかいろんなものをかけとくやつ、こういう結び方もあります。簡単に結べるでしょ。で今これ1個あったから、これないところに。大体のテント設営が完了した後はいよいよテント内セッティングとなりますが、車は土手の上の方に置いてあるため、あまり荷物を持ち込むと撤収の時に大変なことになってしまいます。そこである程度車の方で道具の選別をし、最小限を持ち込むことに。テント設営時に使用していた荷物置き用のブルーシートはテント内に持ち込み、今度は道具を入れたコンテナ置き場として敷いておきます。テント内で直にコンテナを地面に置いてしまうと、結露で底が濡れて泥がつき、撤収時にそのまま車に積んでしまうと車内がすごいことになってしまうからです。はい、本日の薪、ここ改札通るときは必ず切符切ってくださいね。降ってきた、降ってきた、降ってきたよ、降ってきた。シノアットヒママさん、ワイユキガーレ。やべっす、枝豆さん、1メートル積もってほしい。やべっす、降ってきた、降ってきた。あー、でも日が出てるのか。ソチャさん、天気予報16時以降福岡、待ちロケ。待ちロケ？あ、やっぱりそうなんだ。これ俺持ってきたよ、あったか。 M めぐみさん、ストーブもつけなきゃですね。うん、でもなんか冬のさ楽しみつとストーブだよね。ほら家で石油ストーブ使えないからすげえ楽しい。これ多分薪ストーンになったらもっと楽しくなるのかな。だから荷物がね増えるからね。あれは旅の時には薪ストーンできないけど、さすがに。順調に作業は進み、テント内にテーブルなどもセットし、
あとは照明関係のセッティング。ウックスワンさん、ストーブの前でおでん食べてます。バーうまい W。 何もうおでん食べてんだよ。なんかおでんいいよね。なんかちびちび、ほら日本酒とか飲める人はね、日本酒とか飲みながらちびちび。あれそうなんよ、あれ充電したよね。前回の山口県キャンプの時に長年使っていたビデオカメラがとうとう故障し、今はアクションカムしかありません。しかしこのアクションカム、昼間はいいのですが若干暗いところは弱い感じがあるので、テント内の光量も多めにしておかなければなりません。ということで照明は諏訪沖のポータブル電源を利用し、暖色系の LED 電球で仕上げました。これできっと夕食のシーンもある程度は明るく撮れるかと思います。そう考えると形は大きくなりますが、暗いところでもしっかりと明るく撮れるハンディカムってやっぱすごいなって感心しちゃいました。道楽さん、照明さんからカメラマンまで。そうしょうがないよね、一人だから全部やんないと。でこれ上から自分で、こっちがこれ両力、これで多分ね開けちゃうと思うんだよね。早くビデオカメラをどうにかしなくっちゃ。多分いけちゃう。では皆さん、今度は私のベッドメイキングなんか見ちゃう。ベッドメイキング、いやらしいわ、あんたたち人の寝床を見ようなんて、なんていやらしいんでしょう。テント内のセッティングも終わったところで、これからですね、今日はインナーテントあるので寝床を作ってみたいと思います。で今回はまあこの銀紙引いて、で100点スタックのちょっと大きめのマット持ってきたので、これとその上にレジャーシート引けば、まあ裸足でねいてもあったかいぞという感じで寝袋にくるまって、あと諏訪置き持ってきたので電気毛布と一緒に使ってですね行ってみたいと思います。で本日、寝床はまたコットです。今日はこちらロゴスのアッセムコンパクトベッドというのをですね、作って寝てみたいと思います。これは以前にご紹介したようにですね、かなり寝やすいんですね。まあ、生地もかなりしっとりしてますし、それから張りもこう柔らかすぎず硬すぎずという張りで、これをね今回試してみたいと思います。前回の時に、山口の時に若干ねやっぱりテントスカートの隙間から風が入ってきてね、顔がこうちょっと寒くて、もう本当にこう寝袋にこうくるまりながら寝たりとかっていうのがあったんですけど、まあこのインナーテントあれば快適に過ごせるかなと。今日はこれから雪予報ということで、どのぐらい寒くなるのか分かりませんが、温度計を見ながらニヤニヤしてみたいと思います。ということでベッドメイキングスタートです。まずは銀紙チェックマンを引いて、これは寒さ防止するのもあるけど、このコットやった時にインナーテントが傷つかないようにということで、わこのやっぱりアテナは広いね、広い、すごい、これがちっちゃく見えるわよ。よいしょ。でこの上に、コット入れると、でこのちょっと大きめのダブルサイズぐらいかなの、キャプテンスタックのマットを引くと、これがあるないだけでね相当足元の冷えは違うと思うんで、幅が 1m40 の長さがどれぐらいだろう、 1m90 ぐらいあるのかしら。でこれはコットにかからなくてもいいので、こいつを今日はちょっとシャレオツに赤白ストライプバージョン、こんな感じでございます。
で、そこにちょっと上脱ごうか、暑いから。ロゴスのアッセムコンパクトベッド、メインフレーム、そしてアンヨ生地。アンヨはこれは全部で5本のタイプですね。5本のタイプで、こういう形してるんですけど、真ん中このポッチを押して開くとカチャンと開きます。で、変な方向向いてるんですけど、片一方は外れるのでね、食コードでつながってるんで、ちょうちゃんさん、この形にしておきます。ロゴスのアッセムコンパクトローコットを組み立てている最中ですが、今回インナーテント内に敷いたマットの使い心地がとても良かったのでご紹介したいと思います。敷いている緑色のマットはキャプテンスタックから発売されているエバーフォームマット。展開時の大きさは縦が217センチ、横が140センチのダブルサイズで、厚さは 1.5 センチ。ソロで使うにはちょっと大きいかなって思ったんですが、これ半分にしての使用用途も考えられている商品で、その場合は3センチという厚手タイプのマットとなります。素材は発泡ポリエチレン、エバー樹脂製なのですが、そもそもエバー樹脂って何って思いません？この材質は結構身近な生活用品で使用されており、サンダルの底やバスマット、ジョイント式マットなど何気なく使っているものも多いんです。水を吸わない素材で、低温下でも硬くなりにくく、弾力性と柔軟性に優れています。この中に、この中にこうメインフレームを通していって、保温効果もあるのでキャンプでは最適なマットとなりますが、初めはシングルとダブルどちらにしようかすっごく迷ったんです。ダブルを選んだ決め手としては、半分にした状態でも使えるという点です。今回はコットがあるので靴を脱いで動き回る部分に広げましたが、家で少し使ってみたところ、このマットを敷いてしまえばどこででもお昼寝ができる感じがし、とても良かったです。3センチという厚さがあるので、クッション性にも優れ、ゴツゴツもさほど気になりません。また今回のようにレジャーマットとしても厚みがあり、ピクニックとかで使用するのもいいのかもしれませんね。ただ一点、デメリットとしてはかさばるんです。収納サイズが縦70センチ、横が39センチ、そして厚みが13センチとなり、軽いのですが場所を取ります。そこだけが気になるんですが、キャンプ場についてしまえばそれ以上のメリットがあり、使い勝手はかなりいいかと感じています。ソロキャンプでも迷わずダブルサイズがおすすめです。そういえばコットの組み立てってどうなった？はい、いらっしゃいませ。ここまで来たらですね、このシートに足をはめていくんですが、これはめちゃくちゃ簡単です。このアッセムコンパクトは本当に簡単。この足をはめてグビッと押すだけ、押してカチンとなったらもう固定です。ほら、簡単でしょう。カチッ、ほら終わり、これで終わりです。はい、出来上がりました。本日の寝床、ここにいつものようにドッペルさんちの寝袋、さあ枕カバー、自在結びでしぼんであるので、これ取ってね。でここに電気毛布をセットして終わり。はい、本日の寝床出来上がりました。あとはこれ
枕元にこのスラオキ置いとけば、スイッチオンすればあったかいんだからと。で寝るときにね、ちょっとローテーブル欲しいでしょ、飲み物置いといたりスマホ置いといたり、ということで枕元に1個こいつをローテーブル置いとくとちょうどいい。これちょうどいい。これでもう寝るときになったら電気毛布のスイッチを入れて、スイッチ入れて OK でしょ。あーいいじゃない。でここにこのローテーブルあれば、スマホ置いといたりとか、メガネね、メガネとか置いとけば。はい、本日の寝床完成しました。まあ、多分ね、今回もこの電気毛布があれば快適に過ごせるんじゃないかなということで、まあウレタンみたいなマットも敷いてるので裸足でもね寒くはないと思います。で今日はねインナーテントがあるんで風も若干しのげますし、これから雪降られても大丈夫じゃないかなと。もうこれあったかいんだよね、この電気毛布入れてるとね。ということでおやすみなさーい。